何泣いてんだ。だって龍神様結婚しちゃったよ。しちゃったって。ねえねえ、どうすんの？私これからどうしたらいいの？知らないよ。体調は冷たい。冷たいって仕方ないじゃないか。呪術に好きな人ができたんだから。そんな顔すんなよ。大好きな呪術様が幸せになるんだろ。でも祝ってやるよ。あんなに嬉しそうなんだからさ。ああ、頑張って祝ってやれ。今だけでもな。あ、ブーケ！ここまで来ればどうにかなると思ってたのに。はい。こんなに早くアルビダブを落とされるなんてね。ジュディ様、基地が落ちてしまったので聞くしかない。合流ポイントは確かメルドです。ありがとう。とりあえずメルドです。ジュディ様、どうした？あれを造園か。どうなさいますか？どうするも何も、今の私たちに何が起きる？これはそういうことだ。とりあえずメルドへ向かい、友軍と合流する。はっ。もっとも合流する兵がいればの話だけどね。隊長。ん？もう少しシャキッとしてください。別にいいじゃないか。軍務総裁様がお見えになられるんですよ。印象が悪いじゃないですか。だってあの人俺のことよく知ってるもん。今さら格好つけることないよなあ、シルエラ。はい、そうですね。シルエラさんまで。いや、でもそこがユイ様のいいところですし。たっくん、静かに来ます。はい。アルギスタン様におかれましてはご機嫌麗しく。ヒューイ、ジュシス、アルビダブ攻略大義であった。特に第7西部隊。はっ。お主たちの働き聞いておる。見事であった。ゲイカもお喜びである。ありがとうございます。今後も同様手を抜かずにな。私はいつも。タルギスタン殿。ん？無駄話はそれくらいにしてくれない？早く兵を休ませたいんだけどさ。あなたは。そうであったな。では一旦解散するとしよう。各聖騎士は一刻後執務室に集まるように。久しぶりだね。元気にしてたか？ま、おかげさまでね。どうしてあなたがここに？どうしてって、聖騎士とやらに任命されたからだよ。そんな、あなたみたいなのが聖騎士になれるわけが。口の聞き方に気をつけなよ。今の値はあんたよりずっと目上になるんだからさ。なんですって。アリアさん。まあ不満があるんだったら上に言うんだね。もっともそれで覆るとは思えないけどさ。じゃあそういうことで。隊長、どうしてですか？なんであんな人が。俺に聞くなよ。
遅くなりました。全員揃ったな。は。では今後の執行部の方針を伝える。は。第一、第七両生部隊の働きによりアルビダ部を落とした今、敵首都竜と攻略の障害はほぼなくなったと言えよ。ってことはいよいよ竜と攻略するわけか。いや、一旦進撃を中止する。中止？あ、どういうことでしょうか。敵首都を落とすとなればそれなりの戦力が必要となる。だが今の我が軍にはそれほどの戦力はないと。残念ながらな。また首都攻略を急げば敵に後輩を突かれる恐れも出てこよう。賢明なご判断で。そうこう焦るな。準備さえ整えばすぐに竜都への進撃を開始する。ま、では周辺基地の制圧を行うと。そういうことだ。まずデュシス。は。お主にはジブラ攻略を行ってもらう。ジブラさえ落とせばアリハトも孤立し、ゴルボレートの安全も確保できる。承知しました。次にグロウ。はい。お主の第四生部隊はこれより北上し、孤立したクリからの攻略を行ってもらう。はい。クリから攻略後は急ぎアルビダブへ帰還し、敵前線基地エスタシアの攻略に向かってもらう。きつくなるが命令なんでしょう。従うよ。最後にヒューイ、ソミア。はい。両名の第7第8生部隊はアルビダブの守備を務めてもらう。あたいらはお留守番ってわけか。そんな顔をするな。これも大事な任務だ。アルビダブが落ちれば孤立するのは我が軍なのだからな。了解。作戦は以上だ。何か質問はあるか。いえ、別に。では第1第4両部隊は明朝出発するように。これで軍議を終了する。は。ヒューイ、お前は残れ。は、はあ。ヒューイ。何でしょうか。この度の人事にはお主もいろいろと言いたいことがあるだろう。私は別に。だが我が方も辛いのだ、うん、多くの有能な士を失ってしまった。今はあのようなものでも使わねばならん時なのだ。しばらくは我慢してもらえぬか。しばらくと言いますと。おそらくそう長くはない。間もなく戦局はさらに大きく我が方に傾くことになろう。傾く。それまではうまくあのものをコントロールしてやってはくれぬか。その後は。それは我々が決める。はい。私はこう見えてもお前に期待しているのだ。ご命令とあらば。何を話してたのさ。別に。あんたまさかあの時のことを。お前を監督しろだとさ。あんたが？あたいよ。笑うなよ。俺が笑いたいくらいだ。まあ、お手並み拝見と行かしてもらうよ。では、行ってくる。ああ、気をつけてな。ちゃんと神父を守ってやれよ。よ、余計なお世話だ。全軍、出陣する。はい。それで隊長、私たちはのんびり警備しとけばいいんだろ。ん？早馬か？何かあったんでしょうか。まあ何かあったんなら呼び出しがかかるだろ。敵の残存部隊ですか。うん。ここから西
メルドと呼ばれる森林に敵部隊が集結しているらしい。はあ。数的には多くはない。だが放置しておけば、後々厄介になるだろう。つまり、相当しろと。そういうことだ。タイミング悪いな。何がだ？いえ、もう少し早ければ、ジュシスたちがやってくれたのにと思って。とにかく明朝を出発するように。はっ。出撃ですか？そう、明日出撃。明後日にしようよ。なんで？だって明日はティアと一緒にお魚取りに行く約束してんだよ。そうです、お魚を取りに行くんです。あ、うちも行く。ルナードさんも行くって言ってます。じゃあ私も付き合って差し上げてもよろしいですわ。誰からぶたれたい？あ、アリアさん落ち着いて。これが落ち着いていられるか？あ、あんたたちは軍隊舐めてんの？方がええやん。な、ロブスター。その呼び方おやめになってくださいませんこと？そこに並べ。武力反対。殴らなきゃ分かんないでしょうが。これだから野蛮人は嫌いですわ。三枚に下ろしてやろうか？え、遠慮しますわ。はいはい。というわけで明日無事だった奴は門に集合。ユイ様。以上、おやすみ。そうだな、何か腹に入れておくか。さてと、今日はちょっと豪華に。おい。あー、隊長さんです。お前たち何やってんだここで。何って、やけ食いだよ。やけ食い。やけ食いです。やけ食いってなんで？そやがで、アリアが連れに行ったらあかん言うんやもん。そうだよ、せっかくティアが私のブロークンハートを慰めてくれるために企画してくれたのにさ。なんだそれ。デュシス様だよ、デュシス様。デュシス？そうだよ、デュシス様が結婚して傷ついた私をティアが慰めてくれんの。慰めるです。なるほどな。で、ルナール。何、ヒューポン。なぜそこにお前が混ざる？そやがて、このままやったらハンナがかわいそうやんか。そやから。もっと前向きな解決策を考えてやれよ。ほな、どないするん？どこか気分転換に遊びに行くとか、スポーツでストレスを発散するとかだな。そやがて、遊びに行かれへんやもん。遊びに行ったらアリアさんが怒ります。そんなことしたらアリアに殺されちゃうよ。殺されるってそんな大げさでもないか。だったらやけ食いするしかないじゃんか。それとも隊長、なんか他に方法あんの？わかったよ、何か遊ぶ方法を考えてやるから。本当？ああ。何して遊ぶん？そうだな、あのヒューイ様。ん？ま、
誠に申し上げにくいのですが、我々にはこういうことをしている暇は。ちょっとくらい付き合いよ。七重の食い物がなくなるよりマシだろ。食料が？お前たちが付き合ってくれなきゃ、明日にも兵糧攻めってこと。はあ。心配するな。タルギスタン様には、これから兵の親睦を図るとでも。隊長！用意できたで。そうか。じゃあ、始めるとするか。はいです。でも、野球って、どうやってやるんですか？難しく考えることないよ。俺が投げたボールをその棒で打てばいい。はいです。じゃあ、始めるか。いくぞ。はいです。おりゃあ。当たったです。俺の魔球が。楽しかったか？はいです。なんか体動かしたらすっきりしちゃった。あんがたね、隊長。そうか、それはよかった。じゃあ俺はもう寝るから。大丈夫？ヒューポン、なんか苦しそうやけど。大丈夫。じゃあおやすみ。遊ばな、ヒューパン。今度釣り行くときも誘ってあげるかね。ああ。行ったか。腰が。隊長、地図によるとあれがメルドの森のようですが。みたいだね。どうしますか、ヒューイ様。どうするって、敵の数もわからないし。あ、隊長、あれ敵。向こうも気づいたみたいですね。近づいてきます。隊長、どうすんの？どうするって決まってますわ。めったくそにやって差し上げますわ。待て。なんで？はよやっつけてもうたらええやんか。あれを見ろ。ん？白旗？君たちか。話の分かりそうな人たちで助かったよ。あなたは？ルーシエラ共和国軍第一親衛隊隊長ジュディ・アンヌ・マリー。もっとも、君たちには邪神軍と名乗った方が通りはいいだろうけどね。インジラ峡谷軍第7西部隊隊長ヒューイ・エルザードだ。で、意味が分かって旗を掲げてるんだろうな。幸福。他に白旗の意味なんてなかったと思うけど。分かってるなら別に。隊長、そんな簡単に。信用してもらって結構だよ。私たちには戦う戦力もなければ、意志もない。戦力がない？まあ、口で説明するよりは見てもらった方が早いか。ついてきてもらえると嬉しいんだけど。ジュディ様！今さらジタバタしても始まらないだろう。どうせ見つかったら全滅だよ。ですが。信じるしかないよ、この人たち。見ての通りだよ。負傷兵の山だ。みんな怪我してんの？ああ、大体はね。まともに動けるのは私たちくらいだ。かわいそうです。かわいそうか。それで、私たちにこんなものを見せて、どうしろと。担当直入に言わせてもらうよ。
見逃してほしい。見逃せですって？あっさり言いますのね。つまらないプライドで部下たちを危険にさらすわけにはいかないからね。なあなあ。なんだ？見逃してあげよう。なんかええ人みたいやし。そうだよ隊長、みんな怪我してんだよ。攻撃したらかわいそうじゃんか。そんなこと言われても。もちろんただでなんて虫のいいことは言わないよ。何かくれるんですか？私の命をね。見逃してくれるなら私が捕虜になる。ジュディ様！気にしなくてもいいよ。別に君たちのためじゃない。約束したからね、ガヤクと。約束？ああ、みんなをリュートまで送り届けるってね。どうする？それほど悪い取引じゃないと思うけど。隊長、確かに悪くはないか。それじゃあヒューイ様、ただで指揮官を捕虜にできるんだったらそっちの方が得だし。寛大だと言ってくれ。ヒューポン大好き。どさくさに紛れてくっつかないでください。別にええやんかな。あヒューポン、暑苦しいから離れろ。なんでなんでそんなこと言うん？おかしな連中だね。そんなことないよ、私たち普通だよ。そうです、ティアはおかしくないです。十分おかしいよ。君たちと話をしていると戦争しているのを忘れる。忘れる？全然軍隊らしくないからね。はあ、よく言われます。だろうね。じゃあ無駄話もなんだし、そろそろ。そうですね、ヒューイ様、出発を。いや、それは困る。え？なぜ？あんまり早く帰ると手を抜いたと思われる。は？だから、しばらくここに置いてほしい。なるほどね。別にこっちは構わないよ。ありがとう。礼を言われるほどのことじゃないよ。でもまあ、そっちもいろいろと大変なんだね。うちは落ちこぼれだからね。体調だけです。じゃあ適当に場所を開けさせるから、ゆっくり休んでくれたらいいよ。ああ。大丈夫なのかい？何が？敵の治療なんかしてさ、後で怒られても知らないよ。バレなきゃ問題ない。バレなきゃか。それにここにいる連中の傷を治してやったところで戦局に影響が出るわけないし。私たちの負けか。だったら助けてやるよ。無駄に死なせたくないしな。なんだよ。いや、とても軍人の言葉とは思えないからね。自覚してるよ。ほんと、なんで君みたいのが軍人なんてやってるんだろうね。
親が軍人だからに決まってるじゃないか。そうだね、君たちはそうだった。そういうお前はどうなんだよ。私？ああ、私は守りたいものがあるからかな。守りたいもの？今の時代、力がないと何も守れないからね。だから軍人になったんだ。なるほどね。で、何を守るんだ？さあ。さあって。全てを守りたいのかもしれないし、ひょっとしたらそんなものなんてないのかもしれない。ただ。ただ。後悔したくないんだ。何かを失った後で。なんかいい加減だな。かもしれないね。でもまあ、とりあえず今守りたいのは彼らかな。大事な人が守ろうとしたものだから。難しい話になってしまったね。いや、指揮官なんてみんな同じだよ。だからもしお前たちと戦場で会っていたら。戦場で会ってたらか。ああ、でもここも戦場。何事だ？隊長、インジェラが。別動隊？冗談だろ。うわっ。おい、黙れ。よくも騙したな。騙したって。私に付け入り、その隙に伏兵を回すと。待て。こうなったら貴様を殺して私も。人の話を聞け。貴様の話など聞く必要は。親玉捕まえといて伏兵使うやつがいるかよ。だいたいそこまでするほどの戦力か。それは一途なのはいいけどな。敵と味方を取り違えるなよ。アリア。はい。全員集めろ。止めるぞ。わかりました。止めるだと？ああ、俺たちが何とか説得する。お前は負傷兵でも集めてろ。信用しろ。俺たちだって今のままじゃ立場がまずくなる。わかった。殺せ殺せ、一戦たりとも逃すな。